おはようございます。3月25日木曜日、北海道のウェザーニュースアップデートです。昨日道内は嬉しい晴天となりましたね。各地から青空を喜ぶご機嫌なリポートが届いていましたが、今日も穏やかな天気が続いてくれるのでしょうか。では早速この後の天気を見ていきましょう。朝から雲が広がり、ゆっくり下り坂です。午後は南部から雪が降り出し、夕方には全域で雪になりそうです。昨日雪解けが進んだところも再び雪が積もるので、路面状態にまだまだ注意が必要です。足元や車の運転には十分気をつけてくださいね。各地の雪の降り出すタイミングは携帯サイト、ウェブサイトのピンポイント天気でチェックすることができます。次回の更新はお昼頃です。それでは。ウェザーニュース。